道南海外信用金庫は、北海道日山郡江差市町に本店を置く、信用金庫である。略称は、海新、または、海外新金。2017年1月23日に、全身の江差市信用金庫と函館信用金庫が、対等合併して発足したが、法的には、旧江差新金を、存続金庫として、旧函館新金を、 九州合併する形をとっている。合併時点ではエサシ新金は個診療金庫の旧ホームページは閉存し、海診のホームページの公開は同年3月まで先送りされていた。以下は存続金庫であるエサシ信用金庫時代を含めて記述する。エサシ信用金庫時代の函館支店直接の前身であるエサシ信用金庫はエサ市長に本店を置き、 主に、瀬田名町大制区以南の日山振興局管内を中心に営業活動が行われている。営業エリアがこれに加えて、都道総合振興局の一部を含んでいる。上野国町、厚佐部町、乙部町、奥尻町、福島町の五町においては指定金融機関になっている。2017年1月6日、北海道財務局より合併認可を受け、 予定通り、同年1月23日付で、函館信用金庫と対等合併。道南海外信用金庫として発足した。旧江差し新金と旧函館信金の双方の本部を並立させ、日本部制とした。合併で、預金量は2643億円となり、道内23新金中13位につけた。また、注力する事業はビジネスマッチングとし、 既存顧客を相互に紹介するほか、青森県の企業を含めた広域連携を目指すとしている。旧エサシ新勤については、支店番号や店舗名については一切変更されず、法人名の変更のみとなったが、旧函館新金側は、函館新金本店のみ店舗名を変更し、その上で、すべての店舗で店番を変更した。スポーツ振興区事当選券の払い戻し店は、 日山郡江差市町あざ、本町の本店のみで取り扱っていたが、合併に伴い、以下の旧函館新金の店舗が追加された。ありがとうございます。